徳島 YEG の商いラジオ。この番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体、徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し、自身の商いやメンバーとしての活動を紹介する商いのバラエティ番組です。集える仲間はそれぞれに、地域を支える気概持つ、願いを形に変えるため、商工会議所青年部、求めて我らは立ち上がる。改めましてこんにちは。徳島 YEG 商いラジオスタートしました。ナビゲーターは和渕道代です。よろしくお願いします。さあ、それでは早速今日のゲストをご紹介いたしましょう。47回目の本日のゲストは、阿波踊り&ミュージックコティ店長でいらっしゃいます正木光恵さんです。正木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はね、ご主人がYEG の提言委員会の委員をされているということで、はい、代わりに奥様が来ていただきました、はい、させていただきました。いつもお世話になっております。はい、今日はよろしくお願いします、はい、もうね、ご主人忙しいですから、はい、はい、そうですね、代わりに来させていただきました。はい、なのでね、ちょっと YEG のことはあんまりわからないかなっていう感じですかね。そうですね、私自身が活動しているのではないので、はい、以前YEG のメンバーの皆さんにうちの店を使っていただいたりとか、はい、そうなんですね。じゃあ、はい、メンバーの方は知ってる方も多くいらっしゃるということですね。はいはい、さあ、まずはですね、このコティについて、お仕事について詳しくね、教えていただきたいなと思いますので、はいはい、どんなお仕事なのかっていうのを教えていただけますか。はい、結構ね、 何屋さんですかって言われるのが結構難しい質問だったりするんです、うん、そうですね、はい、もう知ってる方もすごく多いと思うんですけど、はい、私もね、お店にちょっとまだ行かせていただいたことはないんですけど、はい、名前はよく存じ上げております。 ありがとうございます、はい、まあ、基本的にもともと飲食店、喫茶店から始めましたので、飲食店ではあるんですけども、店内がとても広い空間でして、はい、なので多目的なイベントスペースとして、うん、先ほど宴会パーティーだったりとか、 あとマスターもミュージシャンで、うん、私も歌ったりしてますので、ライブができる、あとはそうですね、徳島で変わり種と言ったら唯一その生の落語が見えるイベントをしたり、はい、あと交流会的に手話の会とか読書会、うんうんうん、はい、あと最近はボードゲームの会とかも始めたりをしまして、はい、もう何でもできますね。そうですね、はい、四角い箱なので、はいはい、いろんな湯に使っていただいてます。あ、そうなんですね、はい、場所はどちらにあるんですか。ポッポ街の、7階にワンフロアで、はい、お見せしております。そうなんですね、はい、私ポッポ街って7階まであるっていうの知らなかったですそうなんですよね、うん、もう初めて5年だったんですけども、あ、5年、うんうん、はい、割とね、徳島の方はポッポ街が7階まであるって知らない方が多くて、うん、2階までかと思って。そうなんです。なので、コロナがね、うん、流行する前は割と一元さんは県外の方が多かったりしたんです、はい、やっぱ調べてね、最近は携帯で調べて来られるので、あ、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。あ、じゃあ知ってる方はもうよく知っているっていう、うん、じゃあもうライブされたりする方も多いんでしょうね。そうですね、いろんなイベントをしてるので、客層としては本当に子どもさん、うん、若い方からもう年配の方まで、はい、はい、いろんなイベント、はい、してますので、はい、たくさんの方に利用していただいていると思います。あ、そうなんですね、はい、今はちょっとね、コロナ禍で人数の制限とかもあると思うんですけど、うん、最大で何人ぐらい入れるんですか。そうですね、今は、最大で入った記録としましては、ライブで120人入ったことがあります。すごい、はいはい、もう大盛り上がりでしょうねそうですね、はい、すごいな。光恵さん自身もね、さっきちらっと言いましたけど、ミュージシャンというか、はい、私も、はい、歌ったりしております。あ、じゃあ実際も、はい、今もステージに立たれて、うん、そうですね、お店で、はい、定期的にライブで歌わせていただいたりとかしてます。かっこいい今日は一曲歌います。今日はじゃあ
していない。そうですね、はい、そうですね、ちゃんとこう舞台で見ていただきたいですね。あ、はい、じゃあご主人と一緒に歌ったりされてるんですか、うん、また別々の活動ですか。一緒にしたりする時もありますし、うん、はい、それぞれ違うミュージシャンの方とする時もあります。歌だけですか。私は歌だけで、マスターは、うん、まあ本業はコントラバス、ウッドベースジャズのなんですけど、うん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 、ピアノも、まあ、弾けるのでピアノも弾いたり。あ、はい、ジャズですか。じゃあジャズが好きですね、マスターは。三井さんも。私はまあ好きですけれども、うん、割と何でも歌いたい人なので、はい、もともと歌をされてたんですか、ご結婚前とか学生の時とか。もともと2人とも徳島文理大学の音楽学部の卒業で、うん、私が一つ上の先輩になるんですけども、はい、なのでまあ音楽で知り合ったんです。はい、はいはい、で私が歌い出したのは結婚してからですね。うん、あ、そうだったんですね。はいはい、それまではじゃあ全然歌は三井さん自身はされてなかったんですね。うん、まあ、好きで本当にカラオケとか車の中で歌う程度で、バンドしたことがあるとか、うんうん、そんなんでもなく。はいはい、はい、じゃあ結婚されて、うん、まあ、ご主人の影響というか。そうですね、で歌い出した感じです。はい、すごいな。いえいえ。じゃあ今の仕事を始めるきっかけっていうのは何だったんですか。もともと私大学出てすぐに、まあ、結婚したわけなんですけども、はい、はい、それで、まあ、お互いにこう勤めていて、うんうん、その、今から10年前かな、うんうん、当時勤めてた会社が喫茶店をしてたんですけども、はい、うん、その喫茶店の、うん、まあ、権利を譲ってもらって、そうですね、譲っていただいて、うんうんうん、そこで、まあ、夫婦で脱サラして、はい、コティコーヒーっていう喫茶店を始めたのが、まあ、自営の、はい、始まりです。あ、じゃあ最初は、まあ、カフェというかコーヒー喫茶店っていう感じだったんですか。もともとあったんです。それもコティコーヒーっていうお店を、そのまま、はい、そのまま。あ、そうだったんですね。はい、そうなんです。じゃあその時はまだ歌とかは歌ってなかった。ね、その時はちょっと歌い出してましたね。うん、あ、歌い出してた。もともとサラリーマンの時代もあったので、はい、その時に習い出しました。うんうん、そうなんですね。うん、はい、でも2人ともまあサラリーマンでずっとされてて、はいはい、突然こう、まあ、自分で何もかもしなきゃいけないってなったと思うんですけど、うん、大変じゃなかったですか。いろいろ考えなきゃいけないこととかいっぱい。そうですね、うん、でも本当にその時はなんか目まぐるしく、うんうんうん、なんか渦に巻かれるようにいろんなことが変わっていって、いろんな人と出会って、うん、不思議な時代というか、 なんか、はい、それで、まあ、根拠のない自信を持って親にも反対されながら。あ、やっぱ反対されたんですか。そうですね、はい、ね、うんうん、まあ、飲食店なので、みつえちゃん音楽でって何ができるんって言われましたもん、母親に。あ、そうか。でもね、揉まれながらも、はい、ずっと、はい、あ、接客というか人とこうお話ししたりとかっていうのは好きだったんですか。それは本当に好きで、学生時代もずっと飲食店でアルバイトしたりしてたので、うん、まあ、好きなんですよね。じゃあ忙しい中でもうあっという間に時間が過ぎ去ったっていう、そんな感じなんですかね。はい、場所はもう同じとこなんですか、ずっと。その時は、西千葉町。あ、はい、あ、違う、東千葉、ちょっと記憶が西か東か分からない、どっちか。人心橋のたもとの、はいはいはい、近くでやってました。コティコーヒーっていう喫茶店を。そうなんですね。はい、なので今もね、コティコーヒーって、うん、言ってくださったりするんですけども、うんうん、今は正式にはコティっていうお店に変わったわけですね。はい、うん、で今もコーヒーとかも出してもらえたりもするんですか。そうですね、メニューには、ま、飲み放題のお店になってるので、うんうんうん、ま、ドリップしてっていうまではしてないんですけれども。あ、はい、はい、あ、はい、幅広く飲み放題メニューで、そう、はい、させていただいてます。そうで、コティさんといえばね、うん、淡路島カレーが名物だとお伺いしましたけど、はいはい、なんで淡路島なんですか。それもね、うん、ま、マスターの出身が淡路島になるんですが。そうなんだ、はい、うんうん、それを、ま、喫茶店の時に、うん、お客様、常連さんがね、うん、マスター淡路島カレーって知っとるかって言われたんですよね。うんうんうん、でその時何かなと思って、うん、調べたらそういう淡路島カレーっていう会社があって、うん、うんうん、それで調べてみたらまだできたてというか、まだできて新しい会社で、はい、うん、うん、それで
問い合わせをしたら、はい、まあ、元々ね徳島は出店する、うん、その予定もないんだけども、はい、まあ、そういうご縁があるので、うんうん、徳島でやってみますかっていうことになって、はい、徳島第一で出店することになったカレーなんです。へ、はい、どんな特徴があるんですかこのカレー。3段階に変化する味わいっていうのが特徴で、3段階、はい、食べた時に最初に甘みを感じて、うん、次にコク、はい、そして最後に辛さが来るっていう、まあ、大人向けのカレーなんですけども、食べてみたい、はい、まあ、その甘みの、うん、ポイントとしては、はい、やはり淡路島で作られてるので、うん、淡路島のその、まあ、プレミアム玉ねぎ、あ、出た、梨ぐらいの糖度がある玉ねぎなんですけど、そんな甘いんですか、はい、それを4時間かけてソテーするんですけど、まあ、その甘みと9種類のフルーツが、はい、それが甘みの特徴、うん、で濃くにデミグラスソースと、うん、鶏ガラスープ、うんうん、それでコクを出していて、うん、辛さに16種類のスパイスと、うん、あと、まあ、厳選された唐辛子を使って辛さを引き立てているっていう、はい、絶対美味しいですよね、もう聞いているだけで、はい、美味しいんです本当に。食べてみたい。今日試食はないんですね。また、はい、すいません、用意ができてもらってもらう。やっぱ人気ですかこのカレーは。そうですね、それで、うん、まあ、コロナになって、まあ、おうち時間っていうのが増えまして、うんうん、そのカレー自体が淡路島から冷凍で届くんですけれども、はい、うん、それを、まあ、自宅でも召し上がっていただくっていう形で、うんうん、今も現在も、はいはい、販売しております。本当にお店で使っているそのまんま、はい、なので、はい、あ、じゃあご自宅でそのお店の味楽しめるってことですよね。そうです、はい、あ、それはじゃあコティさんに言ったら買えるんですか、うん、はい、はい、もちろんです、で冷凍なので1年ぐらい持つんですよ、うんうん、あ、いいですね、はい、なのでちょっとね冷凍庫に入れておくとすごく何食べようって時にすごく便利。本当ですね、はい、うん、本格カレーが、はい、チンというか抜く、まあ、温めるだけで、湯煎とか、はい、お鍋で温めていただくんですけど、うん、で結構大きいんでしょ、ボリュームがある、一袋 220g なので、うん、はい、そうなんですね、はい、しっかり召し上がっていただけます。あとね、トッピングを変えて、あ、そうかそうか、うん、それでいろいろアレンジをして、うん、はい、楽しんで、はい。まあ、もちろんコティさんでもこのカレーは食べられるってことですよね、はい、じゃあライブ見ながらですとか、うん、あと、まあ、落語見ながら、はい、カレーも食べられる、そうですね、そのように皆さん楽しんでいただいてます。最高じゃないですか。でドリンクは飲み放題でしょ。まあ、イベントによるんですけども、あ、そうかそうか、はい、まあ、食べながら飲みながらライブを、うん、楽しんだりとか、うんうん、まあ、そういうのがうちの特徴強みでもあります。あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、コティの店長さんをされながらご自身も、うん、まあ、舞台に立ったりっていうこともあるっていうことで、はい、はい、そうです。もうファンもいらっしゃるんじゃないんですか、たくさん。たくさんかどうかはね分かりませんけど、まあ、応援してくださる方がいらっしゃって本当に、ね、こんな私でもありがたいことです。嬉しいですよ ね、 ね、本当に。あ、じゃあ三井さんの歌聞きに来たよっていうお客さんもいらっしゃるんですか。はい、うわ、ありがたいことです。まあ、やじゃあお仕事の中でやっていてよかったなって思うことってやっぱそういう瞬間だったりします。その他にも何かありますか。うん、そうですね、やっぱりうん、やっぱりいろんな方が楽しんでる姿を見てるとすごくやりがい感じ、うん、幸せな気持ちになりますね。はい、そうですよね。なんかやっぱイベントとかやってると皆さん笑顔になってくれるから、見てるだけでこう幸せになれますよね。そうですね、はい、そうか。はい、あと、まあ、広いのでこういうことがやりたいっていう、やっぱりね、やりたいっていうのをじゃあやりますかっていう形でそれを実際に形にした時に、まあ、嬉しいし、はい、応援してるような感じでね。はい、じゃあ、まあ、今はパーティーとか二次会とか、まあ、ライブだったり落語とか、まあ、読書会とかいろいろやってると思うんですけど、うん、それ以外に、あ、こういうことしたいなって思うときは相談に行って、うん、あ、はい、もちろんです、うん、こういう風にすればいいんじゃないみたいな提案とかもいただけたりするんですか、ね、はい、はい、もちろんです。あ、そうなんですね、はい、そっか、はい、もうでも広いのでね、うん、何でもできそうですよね。そうですね、うん、はい、もういろんな使い方をして、うんうんうん、はい、本当楽しんでいただけたらと思います。そっか、はい、いや、まだまだねお話は続いておりますが、ここでですね、はい、1曲曲を選んでいただいておりますので、その曲を聴いていただこうかと思うんですけれども、はい、
正木高政さんのブレストウィズライト、はい、ちょっとこの発音がねブレストウィズライト、もうちょっと藤井さん紹介してくださいね。これはどういうお歌ですか？これはね、うん、あの昨年の3月6日にマスターが初のファーストアルバムを、うん、すごい、はい、ご主人、はい、それもコティでレコーディングをして、レコーディングもできるんですか、はい、それもあのやってこれはマスターがやってみたかったことの一つなんですけども、うん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 、レコーディングをして、はい、であのマスター自身がオリジナル曲を書いて、はいはい、でその、まあ、オリジナルっていうのが、その家族の名前をこうモチーフというか、しまして、はい、あのでこの Blessed with Light っていうのは、これ私の名前の、まあ、曲になるんですよ。三井さんの、私あの光に恵むって書くんですけども、そうか、すごい、はい、さりげなくこれのろけましたね。あ、いやこれを、はい、あの書けさせていただきたいと思います。あ、すごい愛のこもった曲ですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもうねこれ三井さんにちょっと曲紹介していただきましょうか、発音が、はい、練習してないよ。じゃあお願いします。はい、はい、お聞きください。正木高政で Blessed with Light。
徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い、時代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、新しい文化的創造をもって豊かで住みよい郷土づくりに貢献します。新規入会者募集中。詳しくは徳島 YEG ホームページで。素晴らしい、バッチリじゃないですか。あ、緊張したもう皆さんね、これが山場なんですよ。ほっとするでしょ。緊張したちょっといやいや聞きやすかったです。ありがとうございます。さすがですね。ちょっと頑張りました、うん、でもあれでしょ、三井さんもやっぱり舞台上がって、うん、MC とかもされたりもするんですよ。 MC はグダグダなんです本当 に, 本当に、でもすごいなんか優しい声ですごい聞きやすくて、私も YG 入っちゃおうって思いました。あ、本当ですかありがとうございます。ちょっと自信がつきました。すごい、ほっとしました、はい、よかったよかったいやもうね、ご主人が作ったという、うん、三井さんの曲も素晴らしかったですね。ありがとうございます。もう素敵なメロディーに聞き入ってしまいましたけれども、うん、はい、で、あのコティさんでは音楽教室もされてるんですね、うん、はい、はい、それはあのマスターの方と、あとあの専属の先生がいらっしゃるんですけども。ああ、どんな教室なんですか、はい、あの、まあ、基本的に音楽教室で、子どもから大人まで、うんうんうん、まあ、一般的なピアノだったり、うん、あと徳島で唯一のジャズベースのレッスンだったり、はい、ジャズ、うん、あと子どもさんに関してはその専属の先生が、うんうん、はい、あの英語リトミックですとか、はい、ピアノ教室などやっております。あ、そうなんですね、はい、なんか大人からでも習っても、うん、大丈夫なんですね。もう本当に生徒さんも小さいお子さんから、うん、本当にもうね、あの定年なさって、はい、また次新しい趣味をっていう方もいらっしゃいますし、全然歌とか歌ってなくても、はい、うん、練習したら歌えるようになるもんですか、ね、皆さん上達されて、本当に発表会とか見てても、すごい、はい、すごくあの感動します。私も歌いたいそしてレコーディングしてほしいぜひレコーディングも察してくれるんですよね、うん、希望があれば。そうですね、はい、できます。ああ、そうなんだ。ジャズってやっぱいいですよね。そうですね、まあ、奥が深いですけども、本当にね、あのいろんな方がいらっしゃいますけど、うんうん、やっぱりね、そのスタンダードがあって、はい、それで一緒にできたりとか、うんうんうん、やっぱそういうジャズの魅力っていうのはありますよね、はい、ぜひね、生で聞いていただきたいし、うん、一緒にできるね仲間が増えたらまた楽しいなと思います。そう、なんかもうこの年になるとあんまりこう舞台に上がることってなくな、ないじゃないですか。でもそういう発表する場所ってあったら、うん、なんか目標ができて、うん、なんか楽しくなりそうな気がして、うん、どうしよう、通おうかしら。ぜひあのコティの音楽教室の発表会は本当に楽しかったです本当ですかもうね、ざっくばらんな、うん、いろんな方がいらっしゃって、うん、はい、あ、いろんな年代の方もね、うん、いらっしゃるということで、はい、わあ、もうほらエンディングの曲が流れてきてしまいました、ね、じゃあですね、これからの目標とか、はい、何か展望とかあれば教えていただけますか。そうですね、やはり今コロナで本当に人がね、実際リアルで会えない状況になってますので、うんうん、まあ、かといってそのね、ズームとかそういう、うんうん、交流がなくなったわけではないんですけども、そういうやはりリアルな交流の価値っていうのを、うん、やっぱりね、もう収まった頃に、うん、もっと見直されて、うんうん、やっぱこういうコティみたいな空間で、はい、本当に楽しい時間をリアルに過ごす、うん、まあ、そういうね、機会がもっと増えればいいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、そしてぜひですね、その名物淡路島カレーもね、はい、皆さんぜひ食べていただいて、はい、まだ食べていないっていう方はお店でもね、ご自宅でもぜひ、うん、はい、召し上がっていただきたいと思います。はい、まあ、三井さんもね、まだ今コロナ禍ですけど、うん、歌も歌われてるんですよね。はい、はい、歌ってます。ぜひですね、三井さんの素敵な、ね、歌声も皆さん聞きに足を運んでいただけた、はい、通常営業ではカラオケも一緒に歌ってますのでデュエットもいたします。やったー、カラオケを歌ってくれるそうなので皆さんぜひね、足を運んでみてください、はい、さあ今日はですね、正木三井さんにお越しいただきました。正木さん、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、秋内ラジオの再放送は毎週木曜日23時から2本分をお楽しみいただけます。また徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されておりますので、そちらもぜひお楽しみください。それでは次回またお会いしましょう。ナビゲーターは和渕道夫でした。さようなら。自由の海の